いかがでした？面白かったでしょ？最後まで手に汗握るというか引き付けましたですね。でこの映画の監督はジョン・バナムと言いました。あのサタデーナイトフィーバーを撮りました。でこの人は最近作で立て続けに SF 作をボンボン出しまして、ハイテクアクション映画の奇才と歌われてるんだそう。しかしそれにしてもどうです、あのヘリコプターがスーッと降りてきたそのビルの中で圧巻どもがですね、こう会話してると盗聴して録音できちゃう。こんなとこばっかり妙に進歩した我々の私生活、もう勝手に覗き見されるとかで怖いな。いやブルーサンダーはアクション映画ですよ。アクション映画なのにそういう妙な考えを抱かせたというところ、これなかなかの作品だと思うんですが、さて来週はジャッキー・チェンのドラゴンロードです。ご期待ください。次々とユニークで楽しいアクションを作り続けるジャッキー・チェン。そのジャッキー・チェンが今度はスポーツとカンフーをドッキング。軽い軽い。ドラゴンロード。